2014年ももう1ヶ月が経とうとしていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。2014年第1回目の私の発言になるんですが、まあ、そこで私はですね、この年私たち現代の NPO が何を今しようとしているのかということについて皆さんと少し話をしてみたいと思っています。私は正月の時にですね、2014年一番大事だっていうのは僕たち自身の当事者性だというふうに触れたんですね。でこの当事者性というのはちょっと英語で言ってもなかなかこれ言葉がないんですね。でステークホルダーズのアティチュードとかですね、いろんな言葉を考えたんですが、なかなかぴったり来ないんですよ。ただこれはですね、私自身がですね、政府とかいろんな人たちにただお任せするんではなくて、さまざまなその課題に自分の問題として取り組もうと、そういうような動きが今年非常に重要なんじゃないかというふうなことを考えて、この当事者性という言葉を使ったんですね。で多分多くの人がこういうふうなその自分の問題として社会のことを考えると、まあ、地域の問題でもいいんですが、そういうことを考えていく動きが広がれば広がるほどですね、日本の社会に新しい変化を起こせるのではないかというふうに私たちは考えたんですね。で2014年というのはそういうふうな動きのまず出発点にしなきゃいけないと私は思っています。去年の暮れにですね、まあ、そういう思いもあって有識者にアンケートを取ってみました。で2014年というのがどんな年になるのか、非常にこの今年の1年というのは日本の将来を考える上で非常に重要な年になるだろうと、まあ、これは 68.9% なんですね。こういうふうな傾向っていうのはいつも毎年同じなんですが、ちょっと気になったのがその後の質問だったんですね。ではあなたは2014年に何を一番心配してますかと、何を一番関心ありますかと。で去年はですね、一番関心あったのはですね、まあ、去年とかその後何回もやってると一番関心あるのはアベノミクスだったんですね。つまり日本経済が本当に成長できるのかということを多くの人が関心を持ってました。でそれは当然でね、安倍首相が誕生してそのまさに経済のマインドを買い始めた、株が上がり円安になってですね、これは事実なんですね。でこれがちゃんとうまくいくかどうかっていうのは非常にまだ疑問なところがあるんですが、しかし大きなマインドが変わる状況の中で経済に対する期待が膨らんできたと。ただ今年ですね、このアンケートやってみたら、この安倍政権の経済戦略が本当に成功できるかっていう、まあこれは同じ質問項目なんですが、それが 34.8% で2位に落ちちゃったんですね。で代わりに1位に浮上したのがですね、日本と中国韓国など近隣国との関係改善なんですよ。で東アジアの問題が一挙にこうトップに浮上してしまったんですね。それが 42.3%で、このアンケートを取ったのが年末ですから、多分想像できるのは12月26日ですか、安倍さんが1年目を迎えたその日に靖国参拝しましたよね。あの問題に関して、まあ、中国、まあ、世界が、まあ、アメリカの大使館そのものが失望したっていう声明を出すんですが、世界が非常に大きな反応したんですね。それがその後ずっと引きずってると。で多くの人のマインドにですね、大きな変化をもたらしたっていう感じだったわけです。そしてもう一つ設問がどんどんあるんですが、で安倍その靖国参拝についてはですね、まだどちらとも言えないとか賛成か反対があるんでとかあるんですが、やっぱり反対がこのアンケートベースで7割ぐらいいるんですね。でこれはよく一般のメディアでやってる世論調査とちょっと違うのはですね、かなり その有識者っていうか専門家なんですね。で多分この問題はですね、靖国参拝が是非の是非を考えているのではなくて、その今東アジアが私も再三ここの場で言ってるんですが、東シナ海で非常に紛争、非常に危険な状況にあるわけですね。それをなんとか政府がまあ、日本だけじゃなくてですね、中国も韓国も同じ責任があるんですが、これを取り組まなきゃいけないということが世界の関心だったのを、なんかこれ壊してしまってんじゃないかと、多分そういうふうな問題がこの背景にあるんだと思うんですね。そこで認識がガラリとこうずっと変わり始めたと。で安倍政権に対してはまだ今年期待してるというのが 24.6% で3割近くあって、まあ、期待できないというのは 32% 同じぐらいなんで、まだ安倍政権そのものに対する本質的な期待を失ってないんですね。失ってないんですが、
この年末に起こったこの問題が意外にこう多くの意識を変え始めていると。さらに驚いたのはですね、じゃあ2014年安倍政権にとってはどのような年になると思いますかという質問で最も多かったのが 52.5%、 これ半数を超えたんですが、それがですね、さまざまな問題が表面化して政権運営に黄色信号が灯る1年になると。で、僕はびっくりしましたね。専門家の間の中では、本当に大丈夫なんだろうかと、という見方が少しずつ出てきているという感じがあったわけです。で最後にいつも僕たちは聞いてるんですが、じゃあこういう状況誰が直すんだとっていう話なんですが、やっぱりこの一番多いのはですね、誰かと。これ政治家とかメディアじゃないんですよ。ちなみにメディアは 3.7% しかないんですね。インターネットメディアでも 2.9%、 学者って 0%、 誰もいない。それから経営者は 2%、 地方の首長は 0.8%、 ほとんどいないんですよ。多いのはね、誰かというとですね、安倍首相が 21.7%。 だから安倍さんにまだなんとか安倍さんしてくれと、しっかりしてと思ってるんですね。しかしそれを上回るものがあったわけですよ。 35.2%、 これが有権者や市民なんですね。で、多分この専門家たちはですね、やっぱり私が冒頭に言ったんですが、僕たち自身が今の状況を考えないとね、何も解決できないんじゃないかということを気づいてる人たちが結構いるっていうことなんですね。で、安倍さんに対してはまだ何とかしてほしいよと、ちゃんとしっかりしてほしいっていう声はあるんですが、それ以上に私たちがやっぱりこの今の社会を考えなきゃいけないということを、このアンケートは非常に物語って浮き彫りにしてるんですね。で、そうやって考えてみるとですね、この当事者性っていうことが意外に本質的な、やっぱり僕今年のテーマなんじゃないかと私は思い始めたわけです。ただこの当事者性っていうのは、私自身がですね、急にひらめいたわけじゃないんですね。これ去年の暮れに大晦日あたりに早く書けっていうスタッフに怒られながらですね、書けなくて悩んで、正月になっちゃったんだけど、正月にその文章を作ってね、この声明、文章を出したんですが、やっぱり頭の中にずっと残ってたのが、やっぱり去年国際会議、やっぱり世界にかなり僕が行く機会があってですね、世界の人たち、かなりシンクタンクのトップとか、いろんな人たちと話をしている中で、やっぱりその中で痛感したのもこの当事者性っていうことだったんですね。みんながね、政府がどうだとか何か言ってる人あんまりいないんですね。自分たちがこの社会のいろんな問題を解決しなきゃいけないんじゃないかという思ってる人ばっかりだったわけですよ。で、その中でやっぱり政府というものがなかなかうまくいかないと。で、私この前ちょっと NHK 見てたら、今なんか通貨がね、日本の政府に信用を裏付けられた通貨ではダメで、国際的な通貨を作ろうという動きが出て、それに対して投資がファンドがお金出したりしてですね、変な動きが出てるっていう話がちょっと NHK で特集やってましたけども、やっぱり政府とかなんかではなくて、何かが、つまり個人が何かをしていかないとダメなんじゃないかっていう動きがですね、かなり その分野で広がってるんですよ。で、その時にみんなが言ってたのが、市民なり有権者の責任という問題と、やっぱオピニオンっていう、その世論という問題だったんですね。つまり世論という問題が、単なるこう何かあったら政府を批判するとか、あいつはダメだとか言うんじゃなくて、自分たちの問題で何かを解決しなきゃいけないという意思に基づいた世論とか極めて大事になってきていると、そういうことを世界で痛感したんですが、で、その彼らたちがその一つの領域でずっと気にしているのが、まさに東シナ海だったんですね。テレビとかメディア見てて、日本のその外交官がですね、ワシントン軸に、中国の外交官が日本を批判しね、靖国参拝を批判し、で、日本の外交官がちょっと中国の外交官は間違ってんじゃないかと、世界が気にしてるのは靖国じゃないよと、あんたたちの大国的な行動なんだよっていう話をして、こうやってるんですね。その議論を見てて、やっぱり痛感するのは、この外交ラインは全くこの問題解決するって意思を持ってないんだなと。お互いの正当性を競ってるだけだけども、国際的な世論は そんなことを意識してんじゃないんですよ。
国際的な世論は東シナ海の中で紛争が起こってしまうかもしれない。その近隣諸国の対立がひょっとしたら世界的な大きなネックになってしまうんじゃないかと、ロンドンエコノミストとか世界の欧米のメディアがですね、私もびっくりしたんですが、今年の最大の2014年のすごくもう最大の一種は 何かと、で確かね2番目か1番目か忘れたけども、裏に入ってるのが東シナ海なんですよ。もうアジアの問題がその世界の懸念になってると、その状況の中でどっちが正しいとか言い合ってるという状況でも話にならなくて、この状況をどういうふうに解決すればいいかっていうことが問われているわけですね。でこの前正月以降言論のピオがですね、この前も外務大臣に来てもらったんですが、いろんな人たちを呼んでもうちょっと議論を始めてるんですが、今年ねなんかいろんなメモリアルデーなんですって。ちょっと忘れちゃいました。だから OECD がなんかして 何十年とかですね、国連が70年かな、なんかいろんなこうメモリアルデーなんですよ。でそれに向けて結構いろんな動きがあるんですが、でもそれは実は外務大臣岸田さんがそれ言ってたんですが、ただ一つ言わなかったことがあって、その一つ言わなかったことが世界が一番気にしていることなんですが、今年は第一次世界大戦が起こって100年目なんですよ。1914年、その時にサラエボので起こったどっかの青年がそのオーストラリアなんか誰かを殺して撃ってですね、それが世界第一次世界大戦になる。その状況と今の環境が類似性があるとという言ってる主張が結構あるんですね。似てると、この環境は。じゃあその類似性は何なのかといったら東アジアだっていうんですよ。でそれが結構国際的な世論の中で出てるんですね。つまりそれぐらいその東シナ海の問題を多くの人は気にしてるわけですよ。で確かに私もまさに民間外交を去年からずっとかなり本気でやってるんですが、今東シナ海の問題ホットラインがないわけですね、日本と中国の間に。で対立してる韓国と中国まだホットラインがあるし、アメリカもあるわけですよ。政治的にはね、政治側としてのこうコミュニケーションチャンネルが全くない。これもある防衛庁の人たちとも話してたら、今韓国でも召喚クラスはもう対話できてないって言うんですよ。で中国はほとんどもう対話ができないと。でそういう状況の中でその東シナ海のでですね、あれは日本の領土だってことはそれは僕も譲れないんですが、それに対してあんなこう攻め合いが起こって、お互いが意見が違う状況だけど誰もそれをまともに考えるという、どうしたらいいんだっていう動きがないわけですね。でそういう状況が世界の大きな関心になってるわけですよ。で私はやっぱりその今のこの状況を考えると、やっぱり当事者として、ゲノピオがですね、当事者としてじゃあ何を考えればいいのかということをずっと考えて、やっぱり一つの覚悟っていうかを固めたんですね。少なくても東シナ海アジアのこの対立っていうことを対話の力で何とかしようと。でこれは政府の外交が仮に機能しなくてもですね、僕たちでやろうとということが僕たちの信念の本当の決意なんですよ。ただ僕たちだけがこうやってもダメだと思ってるんですね。そのやってることがちゃんと多くの人たちに理解してもらわなきゃいけないんですね。でつまり中国のいろんな行動で不可解な問題は確かにあります。韓国もいろんな問題があると。だからただ批判だけしてても何も解決しないので、こういうふうな厳しい環境をとにかく立て直そうという動きをですね、やっぱり多くの人たちもですね、自分の問題として考えてもらいたいと。でそういうようなことをベースにして課題解決に基づいてさまざまな議論が始まると、日本の社会で。本当のことを言うと東シナ海の問題だけじゃなくてですね、やっぱり日本の社会は、この場でも何回も言いましたけど、日本の未来に向かってかなり危険な状況にあるわけですね。例えばその財政破綻が本当に大丈夫、回避できるのか、それからもう今 お年寄りが増えて、地域も本当に人口減少して本当に衰退してます。これかっていう人口減少という大きな動きがやっぱり日本の社会を大きく変えようとしてしまってる。この状況に対して本当の設計図があるかって言うとまだないんですよね。で本当はいろんな問題があるんだけども、その国民に十分それが説明されないまま動いてると。確かにこの状況のさまざまなこうジグソーパズルを解きほぐしてですね、こう答えを出すためには経済っていう問題を
回復してみんなが元気にならなきゃいけない。多分そこのところにその実を言うと安倍政権は集中してるんだと思うんだけど、しかし一方でこうアジアに対して非常に大きな摩擦を作り出して、しかし後ろのところではそういう将来に向けて本当に考えなきゃいけないことが全く提起されてない。でやっぱりこういう状況はそのやっぱりよく不健全だと思ってるわけですね。でやっぱりこういう状況を許されてるっていうことは民主主義の力がやっぱり弱まってるんだと思うんですよ。やっぱりそのこういう問題を何とかしなきゃいけない、例えば紛争を世界がそこまで気にしててあの危機感が強まっている時にそれを単なるこう政府がどうだとかいう話じゃなくて自分たちで考えてそれを何とか乗り越えるという大きな力とか、それが逆に言えば政府外交を作り出していくような大きな力に発展していくとか、それが将来に向けていろんな議論があって、それがその政府に対して大きな政治っていうものに対して強いプレッシャーを与えていく、つまり民主主義社会っていうのは自分たちが主役の社会なわけだから、そういうふうな状況を作り出していくっていうことが実は当事者なんですよ。でそういうふうな流れにあると思えば芸能協がやることはさっき言った東アジアのその問題に関してみんなが考えるという状況を作り出すと同時にですね、この問題を何としても解決すると意思を持った行動をします。でこの運動は動きは絶えず多分いろんな人たち皆さんにも伝えるって形でやってきますんで、それをぜひ皆さんに見ていただきたいんですね。で一方でそういうことが僕たちのやってることが単なるどっかのチームがやってるというレベルでは何も変わらないわけですね。やっぱりこの状況が本当の課題解決という力に発展するためにはいろんなところでいろんな人たちがいろんな動きを日本の未来に向かって課題解決に向けて動き出すことがどうしても必要なんですね。そういうような議論をですね、その舞台作りを今年は何としてもやらなきゃいけないということを私は考えているわけです。新年1回目のオンザウェイジャーナルはまさにそれを皆さんに伝えたいと思ったわけですね。で、この私たちが言っている当事者性っていうのはまさに民主主義の力なんですね。課題に向かい合うというちょっとした勇気ですね。その勇気があると必ず社会を変えれるんですよ。で、僕たちはまさに未来に向かってちゃんとした動き社会になっていけばいいと思ってるんですが、そのちゃんとした動きっていうのは誰かにお任せする社会ではなくて自分たちがきちっと当事者として参加する流れだ社会だと思うわけです。まあそういうことでぜひ皆さんも今年1年のことを考えていただきたいし、まあ、芸能PO の活動をぜひ注目していただきたいと思っております。今日は時間になりました。芸能PO のホームページでもですね、今このアンケートを軸に芸能PO のアドバイザリーボードで一緒にやっていただいている前の元国連事務次長の明石康さんとか対話総研理事長の武藤さん、なんか武藤さんは新聞見てたらなんかオリンピックの事務総長になるとか、もうなんか忙しくなってどんどんいなく困っちゃうんですね僕たちもと思ってるんですが、あと中国大使の宮本さんとかですね、3人でこう議論を今行ったやつをホームページでも公開してます。ぜひそちらも見ていただければと思います。ということで今年1年この日本の民主主義と未来のためにぜひ皆さん一緒に頑張りたいと思います。今年の決意を伝えさせてもらいました。どうもありがとうございます。